3文字と5文字です。じゃあ3文字の方、3文字の方は花歌舞伎です。漢字3文字ね、漢字3文字ね、漢字3文字ね、漢字何お前いい加減にしろよ。この答えがなんかちょっと私あんまりよく分かってなくて、俺 そんなことだろうなって思ったんだじゃあちょっとギャタクさん協力してください。ちょっと待て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 、なんでだよ、なんでそっち側に行くんだよ。新大ビーシン花の刑事3の魅力を徹底解剖スペシャル。今日は何をやるんですか。今日はですね、まあ、この新花の刑事3来年導入予定ですけれども、皆様にこの魅力をとことん知っていただくためにですね、開発秘話をクイズ形式でご紹介したいなと思っております。パチンコ新花の刑事3の魅力が丸分かり、開発エピソードクイズ。パネラーは花刑の日にも出演し、パチンコ新花の刑事3に関しての予習はバッチリのこちらの3人。はい、105。あ、正解。319.68 です。正解です。すごい。花とかぶいて、あ、そう、ござ候みたいな感じです。正解でございます。花敬愛が試されたこの勝負、結果は青山亮が見事優勝。そして最下位の林家キリンには大切な人に告白という罰ゲームが執行。告白の相手は、かぶいては入ってますね、確かに。かぶいて、かぶいて全然違いますね、うん、だよね、分かったちょっとなんかデートを見てるみたいな花系クイズみたいな2人でやってるみたいな待って、2人会うと思うよ。なんで試しに付き合ってみたいな会うと思う。ということで罰ゲームの相手は MC 澤田みなみに。この花系の日を通じてみなみと出会って、僕はみなみしかいないと思いました。みなみさん、付き合ってください。ごめんなさい、今取り払った。リアルに取り払った。おいおいおい。林家キリンの残念な告白で終わった開発エピソードクイズ。今回は本編ではカットされた延長戦を特別に公開。最初の問題はこちら。まずはこちらをご覧ください。これは木村さん、俺当てました、出しましたよね、はい、あの配信中に。はいはい、見ました、見ました。これは赤いところに入ると下に落ちるってことですか。そうじゃないんだよね。俺それの意味が分かんなくて。どうなんですかね。私もまだあれでしか見たことないんで。上の回転体は赤に入ったらもう当たりなんですかね。どうなんですか。いきなりもう V に行くってことですか。なのか、いやどうなんだろうって。あそこじゃなきゃ下に落ちないのかなって始めましたんですよ。確かに確かに。そうですね。赤いとこがねあれですね。そう考える。もしかしたら直行ルートの SP ルートとかがあるのかな。その下のどこかまで行けるみたいな。そうなんですよ、これいろんなアングルから見せてくれるんですよ、この V の張り方。すごい気持ちいいね。花系の日秋の宴オンラインで木村魚拓さんが出した羽の刑事チャレンジは、前作でいう一無案チャレンジのような役割らしいんですけれども、実は開発にかかった予算は丸々倍、果たして何倍なのでしょうか。これ青山ノートに入ってたんですよ。え、ノートに入ってたってことはこれ知ってるんですか。私が何個か取材させていただいたことをまとめたノートがあって、はい、花家の日にちょいちょいそこから情報を出してったんですけど、これは使うタイミングがなくて言ってないんですよ。ただね、うん、覚えてない覚えてない、意味ねえじゃんでも結構おってなった記憶はある。びっくりする感じ。
え、でも俺分かんないです、まあ、単純に映像じゃないですか、はい、だから、ね、まあ、1万も凝ってたじゃないですか、こうね、開いてって開いてって、だからそれの羽の形状が何倍って全く想像つかないです、うん、そもそもその1万がまずいくらぐらいなのかっても分かんないし、 いくらって、え、そんな、え、生々しい金額教えてくれなかった、生々しい金額聞くの、いくらかは内緒っぽかったんですけど、はいはいはい、何倍っていうのは確かにおっしゃってましたね。でも確かに皆さんびっくりするような、あの、倍増、やっぱりじゃあ、はい、はい、魚拓さん10倍、おお、当たっちゃいましたすごい、すごいな。延長戦1問目は木村魚拓が正解。玉の動きをよりリアルにするため、専門機関に依頼し変則的な動きをする羽物の玉の動きを研究。そのため開発費用が10倍にも上がったのだそう。じゃあその玉の動きが適当ではなくて、ちゃんと物理の法則にのっとった、だからリアリティがあるんですね。ちなみにこれ私取材した時に伺ったんですけど、あの初代の雲の彼方にあったじゃないですか、その台が出た直後からこの羽の形状っていう案があったらしいんですよ、ずっと。で今回もんでもんでついに搭載されたとおっしゃってました。満を持して、はい、この演出がやっぱり一番興奮しましたね。やっぱ羽物お好きですしね、うん、ドキドキしますよね、羽物はね。しかも生え方をこういろんな角度から見せてくれるんですよ、はいはいはい、ないですもんね、あれがいいですよ、確かに、うん、俺ね、これもう一個知りたいのが、その V 入賞のパターンがどれぐらいあるのかっていうね、当たりのパターンが実際どうですか。 V 入賞のパターン、あ、内緒です。内緒一種類ってことは絶対ないんで。そうですよね、いろんな入り方が、そうですね、何パターンが、はい、どれぐらい出るのかな。これ早くね、打たないと分かんないですね、これはね。木村魚拓も興奮した羽の形状演出、ぜひホールでご覧になってみてください。続いての問題はこちら。さあ、今作の新規楽曲は何曲あるでしょうか。曲名もお答えください。え、何曲あるか、曲名もって、ね、全部言うことですか。そうです、何曲あるのかっていうことと曲名もその分教えてください。アンバサダー何曲だ。いや、私はちょうどこの楽曲パートの時にシダのなんか収録させられてていないんですよ。俺さ、あれ今言っていいかな。あ、言いましょう。なんで、ねえねえ、なんで俺ら収録させられんの、生配信中に。なんでその新曲もまだ聴けてなくて、はいはい、まあ、キリンさんにお願いするしかないですよね。そう、だってその時俺ファンの人とズームしたからね。でも大西さんいらっしゃいましたよ、ね、大西さんいたけど、大西さんの新曲ありますもんね。まず、あ、ありますね。それは曲名はやっぱり、ね、あれ、ちょっと待って、あれ今急に忘れてた。なんか仲良しですもん ね、めっちゃ仲いい大西さんね。この間めっちゃ電話してたんだよね。ね、電話もする仲です電話してたアピールすげえな、うん、それ曲名も出てくるでしょ、すっと。なんだっけ、ね、あれなんだっけ、歌舞伎もの、お、歌舞伎もの連歌、連歌じゃなくてなんだっけな、歌舞伎もの、なんだっけ、なんだっけ、歌舞伎もの、ちょっと足痺れてきた。電話して聞けんよ、電話する、生電話する、得意の電話して。あ、歌舞伎もの参加、正解です、ね、歌舞伎もの参加、よかった、よかった、歌舞伎もの参加。あと鈴木好美さんが歌ってらっしゃいますよ ね、 すね、はい、PV 公開されたところまでは知ってるんですけど見られなかったんで、曲名がまだ分かんないんですよ、はい、鈴木好美さんの曲、僕電話してないからな、うん、鈴木好美さんはい、その何曲あるんですか。 まずじゃあそこから言っちゃっていいですか。あの大西さんの歌舞伎もの参加を入れて3曲です。3曲ということは残り2曲、はい、鈴木好美さんの曲と、もう一方はインスタメントです、あの歌なし。ああ残り2曲は鈴木好美さんが歌う新曲と歌なしのインスト曲。鈴木好美さんの曲ね、わからない、全く。鈴木好美さんが歌ってるのがマジですごい。一文字一文字、3文字と5文字です。じゃあ3文字の方教えてください。3文字の方は花歌舞伎です。3文字、漢字3文字、漢字3文字ね。あ、なるほど、びっくりしちゃった。あ、それどういうこと今、お前いい加減にしろよなあ。ねえ
私5文字です。そう、みんなクエスチョンでしたね。3文字だ。花歌舞伎、はい、ね、トリッキーなヒントで混乱しているパネラー陣。しかし実はこのヒントで MC 澤田みなみはとんでもないミスをしていたんです。それが後にさらなる混乱を呼ぶことに。花歌舞伎5文字、漢字5文字、漢字5文字、漢字5文字の方結構難しいかもしれないですね。頭文字は花です。花歌舞伎で花、花歌舞伎、花が、あ、ごめんなさい、花歌舞伎っていう歌と最後の1曲はまた別の歌なんですよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、1曲の曲名が、はい、漢字3文字5文字じゃないですか。あ、じゃないです。おめえ何なんだよ。まず問題がよくわかんねえんだよ。すいません。そう、パネラー陣は鈴木好美さんの曲が漢字3文字と5文字だと思っていたのですが、すでに答えを言っちゃっていたんです。え、歌舞伎もの参加と花歌舞伎とは、はい、でもう一曲なんですか。そうです。それが漢字5文字、はい、あ、なるほど。2曲は歌がある、歌い手さんがいらっしゃる曲 で、はい、もう一曲はインストです。いや、インスト一番むずくないですか。難しいよね。せめて花歌舞伎当てさせてほしかった。そうそうそう、ね、インストで知ってんなんで T スクエアぐらいですか。何が T スクエア、わからん。 F1 F1 だよ。 F1 だらだらだら、あれぐらいだろ知ってんの。最後の1曲は花系3徹底解剖テロップで2秒表示しました。2秒、2秒、たった2秒。僕振り返らない主義だからね。過去は過去は振り返らない主義、前しか見ない、前しか見ないから。新曲3つ目のインスト曲を当てるという激ムズ問題に。ここで動画を見ている皆さんには先に答えを発表。3曲目は花鳥万字の詐欺乱れ。果たして3人は答えにたどり着けるのか。じゃあもうこっちでも完全に予想で当てるしかないよね、完全に。はい、じゃあ、はいはい、キリさん、花の純恋歌。おお、ありそうですよね。ありそうでしょ。ありそう。違うの。違います。花の純恋歌、違う。なんかノは合ってるでしょ、多分。ノは入らないですね、今回は。入らないの。どえらいカンペが見えちゃったんですけど。あ、ノ入ってます。入ってるじゃん。なんで嘘つくんだよ。ノ入ってるの。でも本当に漢字だけだと読めないんですよ、これ難しい。え、ノが漢字ってこと。ノは漢字じゃないです。え、なんで今分かんなかったの。読み方の中にノがあるってことですか。なるほどね。でも普通に考えたら花の、花のなんとかです、ね、でもノはひらがなじゃなくて漢字5文字だから、はい、しかも花は花と読みません。か、か、はい、何何花鳥風月みたいな。いいとこ行ってる、おやまさん。どこがいいんですかね。どこら辺がいいか。花鳥風月4文字ですもんね。あと1文字。あ、新花鳥風月。違います。ここでタイムアップ、正解を発表。じゃあ答えちょっとこちらご覧ください。花鳥万字の詐欺。でもこれ読みづらいね、らこれは。でも万字が出てこないもん、まず。うん、予想としてね。全員不正解ということでポイントはそのまま。続いての問題はこちら。まずはこちらをご覧ください。はい、こちら初搭載の本舞台ラッシュなんですが、前田慶次と風魔小太郎の幻想世界での戦いが書かれています。幻想世界を表現するために使われた演出というのは何でしょうか。例えばお花畑とかそういうことですよね。じゃあ、はい、はい、青山さん。炎。あ、炎ではないですね。はい、魚拓さん。花。花、花びらではないですね。でも花と近いんですかね、これ。近いっちゃ近いです。ちょっと発想を変えたら。花と近い。はい、はい、あやまさん。ドライフラワー。おお、違います。違うの。なんでこの時代ドライフラワー出てくるの。でもなんかね、いいですよね、ドライフラワー、ね。なんかお花畑が一面枯れてるみたいな。あー、すごい。あ、わく。はい、君さん。これ本舞台は。なんか水辺に作られてるはずな、確か。はいはい、水。あ、違いますね、ちょっと早い。違うんかい。ちょ
ょっと難しいからたまには3択にしてよ。3択、うん、3で相談して決めるから。これセンス必要ですからね。これむずいな。この答えがなんかちょっと私あんまりよく分かってなくてそもそも俺そんなこったろうなって思ったな。じゃあちょっとギャタクさん協力してください。ちょっと待って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 、なんでだよ、なんでそっち側に行くんだよ。これって何ですか。あーなるほどなるほどなるほど。ちょっとこれは、はい、すみません皆さん考えてください。みやみちゃんですよ。無理っすよ。無理っすよ。これって何ですか。あれ、あの巻きつくやつですよね。ああ、これヒントです。ま、なんですか。ま、スタ。おー正解。すごい。上手。ヒント上手。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスヒント、ありがとうございます。なんで今ツタで分かったんですか。巻きつくと言ったらね、巻きつくするかツタか。あーなるほど。正解はこちら。ツタと蝶を使って原作にはない幻想世界を表現していました。あー絡まってるみたいな、ね、ちょっと悪魔っぽいですね。はい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 。あ、これを蝶とツタを使って表してるんですね。ということで最終結果がこちら。以上、新大 P 新花の刑事3開発エピソードクイズ延長戦でした。